こんにちは、吉本興業の水木圭です。皆様、私のことはもう知ってはっていただいてるでしょうか。2009年の4月にデビューをさせていただきまして、もうすぐ3年入ってまいります。水木圭です。よろしくお願いします。1月の26日にお別れで船という新曲が出ました。3枚目になります。前作恋のドンパン節という元気のいい歌をですね、振りもつけながら歌わせていただいていたのですが、今回は王道の演歌です。で、女性がメインです。破れた女性が、恋に破れた女性がメインの作品になっております。愛とか恋とか憎しみとか、好きだ嫌いだ、そういうのが全部ギュッと詰まった一枚になっているのですが、 A 面と B 面両曲ともがメインは女性です。そして恋なんですね。で、 B 面は最終列車で飛んでくわという歌です。 A 面はお別れで船なんですが、A の方は、もう人生をたくさん生きてこられた、恋もね、酸いも甘いもたくさん知ってはる、そんな方に聞いていただいて、もう演歌が好きな、もう目の前の皆さんですね、そんな皆さんに聞いていただきながら、じっくり歌詞を見て歌っていただくと、すごく心に来るものがあるんじゃないかと私は思っております。そして最終列車で飛んでくわは、勢いのある、もう女の子と言った方がいいですかね、元気のある女の子が、男の子と別れて、会いに行きたい、好きなの好きなのっていうのを列車に飛び乗る飛び乗らない、そんな物語が書かれている一曲です。両曲とも私は歌いたかった歌、待ってた歌という感じでですね、歌に本当に恋をしております。皆様の力でぜひ水木を育ててもらいたいなと思っておりますので、ぜひぜひ応援のほどよろしくお願いします。吉本に来ていただければ水木にどんどん会えちゃうかもしれません。キャンペーンも随時頑張ってますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。水木圭でした。